はい、皆さんこんにちは。みなです。たかです。AT ブログです。やっと天気が良くなったね。久々のね。そう、晴れた日。快晴。なので、ちょっと家にいるのが無駄だなと思って、そうだね。近くに何があるかを調べて、集落園に行くことにした。東海市という名古屋から30分ぐらい離れた町、一番有名なスポット。一番有名なのかな。一番有名だよ、調べたら一番有名。まあでも公園もあって、プールとかもあって、大仏もあって、エリーさんからのおすすめがここのティーハウス。抹茶ハウス。はい、大仏を見つけましょう。ある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 、もうあったよ。2分も歩いてないけど、もうあった。公園がそんな小さいの。いや、わかんない。そんな1分で見つけたけど、ちょうど入り口から近くに大仏がいるんじゃない。めっちゃいい雰囲気。春になるとめっちゃ綺麗、絶対に。ここで花見ができて、花見スポットになってるのかな。なってるんじゃない。来年行こう。俺すごい近くに住んでるけど行ったことないね。やばいやつだな。まあね、近くに住むとなかなか行かないっていう感じだね。次はどうすんの。わかんない。フォローザストリートって感じ。マジでノープラン。すごい大きな公園だから。おー、すごい。私それらしいかな。ダメだろ。いいでしょ、変な外国人が。いいでしょ、変な外国人ならいいでしょ。いや、私はスライドするよ。恥ずかしいよ。絶対に恥ずかしいよ。大丈夫大丈夫、変な外人だから。やらせて。小さい子供しかいないよ。ああ、と私心が子供だよ。摩擦でね。ここでこう一緒に3、私はめっちゃ強い。いいじゃん、ダイエットできるよ。やってたか。こう登ってかばいいのかな。こっちで。痛い痛い痛い。下手すぎる。下手すぎることにびっくりした。でもこれさ。で反対。反対。無理です。もう体力の限界。運動不足。そう、運動不足。ね、橋発見、ふれあい橋、渡りましょう。あ、でもなんかいいね、水が雰囲気がいいね。いいところだね。行ったことないのがもったいない。そう、タカは迷子になった気がするよ。もう公園が大きいからよくわかんない。ここなんか出口っぽい。でも今あれでしょ、ティーハウス向かってるんでしょ。向かおうとしてる。どこにあるの。間違えたかも。ちょっと調べさせて。 あっちでなんか左に行けばキャンプ場か。キャンプ場だね。なんかがっつりのテントだね。ほんとプロフェッショナルの人が組みましたみたいな。バーベキューやってる。最高じゃん。え、見つけたよ。これこれ、どんぞティールームオーメイヤンで、抹茶が350円、安い。フォローミー、フォローユー、フォローフォロー、フォローしましょう。オーメイヤン、これ、これ、雰囲気めっちゃ良くない？やってまーす、お邪魔しまーす。マシーンで香りたい。2人分、あ、入れてから
何やってんの撮影の裏側そうだよあんこが入ってる。いただきます。おいしい。タカのやつも食べてみたいよ。いかんだよ食べさせて。抹茶飲まないの？スイーツを食べてから抹茶を飲む、そういうルール。一緒に飲むのが美味しいよそういうルール。スイーツ完食しましたので、もう覚えてないけど 2回転飲んで。それ全部気にしないで飲んだ方が美味しいんじゃない自分の好きなように。そうかもしれないね。あ、美味しいよ。冷たい抹茶。おいしいおいしい抹茶が飲めたね。安くて美味しかったね。350円は安いね。これはおすすめだよ。雰囲気もめちゃくちゃいいし。そう、私は満足しました。なのでもうちょっと散歩してから車に乗って帰りましょう。そうだね。今日はちょっと短いかもしれないけど、このビデオが面白かったなら高評価お願いします。また3日後に次の動画がアップされるので、その動画でまた会いましょう。バイバーイ。